皆さんこんにちは、ムチョと申します。シャダイスタリオンに続きアロースタットの種付け量っていうのが発表されております。でこれ種付け量順になっているんですけれども、条件とかはね詳しく見たい方はホームページ見てみてください。で一番高かったのが400万円のカルフォルニアクローム、そして2番目に350万のシニスターミニスターと。で赤くなってるのはどちらもすぐ満口だったっていうことですね。シニスターミニスターなんかは100万円去年よりもアップしての即日満口ですから、まあ実績がねさらに高まってきたっていう評価があるんでしょうね。もしかしたら知らない人もいるのかなと思うのはカリフォルニアクローム、まあ日本で走った馬ではないんですけれども、去年も154頭集めていて今年も満口になっているようにですね、まあ本当に日高の方を中心に圧倒的な人気を集めている一頭でございます。まあ、本当にですね、現役時代の成績だけで言ったら今日本で商売入りしている中でもトップ3に入るものがあると言っていいんではないでしょうか。アメリカの2014年の年度代表馬プラスで2年後の2016年の年度代表馬でもあると。日本でね2回年度代表馬取った馬って言ったら北サンブラックとかジェンティルドンナとかウォッカとかディープ級になってきますからね。それをアメリカという超ハイレベルなところで2回も達成しているわけですから、まあ相当にね強かったっていうのがわかるかなと。そんな馬がですね今日本に来ているっていうのはまあなかなかの衝撃的な事実ではあるのかなって思いますよね。当然年度代表馬になるくらいですから勝ったレースの内容っていうのも非常に濃くてですね、3歳児にはクラシックのケンタッキーダービープリークニスステークスの2冠、3冠目となったベルモントステークスはね4着には敗れたんですけれども、まあこの時点で引退していっても全然おかしくないくらいの実績はあったのかなと。まあただこれは日本に来たことにも関係しているのかなと思うんですけど、やっぱそのアメリカでこれだけ走った馬っていうのは早期の引退で商売入りするっていうパターンが多いんですけど、本馬はなぜねそれ以降もこれだけ走り続けたのかっていうと、まあやっぱりその血統的な面でこんだけの実績があっても避けられたからっていうのはあるんじゃないかなって思いますよね。4歳以降走らないで商売入りする馬も多くいるのがアメリカですからね。三冠馬ジャスティファイは6戦無敗のまま引退、アメリカンファラオも3歳でブリーダーズカップ勝って引退しましたからね。競争成績でお金を稼ぐとしたら当然4歳以降も走らせたくなるのかなっていうふうに思えなくもないんですけど、やっぱここにはですね商売としての価値、ビジネス的な面で言っても今が最も高くなるだろうっていうふうに見たでしょうね。まあもちろんカリフォルニアクロームみたいに4歳以降ドバイワールドカップとかを勝ってまあレース賞金でもですね何十億と稼ぐ馬もいるんですけれども、やっぱ最終的には商売ビジネスの方が大きなビジネスになるっていうのはまあ事実でしょうね。で2017年ペガサスワールドカップを最後に引退、6歳での商売入りっていうことになったんですが、2020年にですね日本のアロースタッドで供与されることが発表されたと。まあこれ日本のね馬で例えてみたら、この実績だけ見たら年度代表馬2回っていうことですから、まあディープインパクトがですね引退後 2,3 年単位付けして突然海外に輸出されるみたいな状況ですよね。なかなか考えづらいと思うんですけれども、やっぱアメリカとか世界的な面で見るとまあありえることだったと。やっぱそれはその実績じゃないこの血統面が大きく影響したからっていうふうに言われてますね。導入時に3区もまだ走ってなかったですからね、未デビューのまま日本に輸入されたと。でまあその理由っていうのをですねちょっと私なりに話していこうかなって思うんですけれども、まあ単純に父兄母兄ともにアメリカでの実績っていうのが薄かったからかなって個人的には思ってますね。この父ラッキープルピットっていう馬はですね、まあタピットとかのお父さんプルピット産駒ではあるものの、現役時代は22戦3勝で、まあ、重賞勝ちもない感じですからね。最高で G2 とかの2着、 G1 ではサンターニタダービーの7着が最下位ですけれども、まあ最高の着順だったと。まあなかなかにねやっぱ評価されづらい成績っていうこともあって、単位付け量も最初は20万とか30万だったみたいですよね。でその後この現役の実績よりは産駒の成績っていうのも出てたみたいなんですけれども、やっぱその G1 級とかっていうのを勝った馬っていうのは、まあ、まさにそのカリフォルニアクローム1頭だったりしたと。まあある意味突然変異的なところが
カリフォルニアクロームはあると思うんですよね。でそれはボケっていうのも同様で、このお母さんも重傷とかでの活躍っていうのはないと、勝利自体も一勝のみだったようですね。不敬バカさんというサイトによると80万ドルというかなり安価に取引された馬のようです。もうこの時点でね、この安価な父母からこれだけの怪物級が出たっていうのは、まあそれはそれでドラマとロマンがあるなと思いますけれども、同じく母父にあたるノットフォーラブっていう馬もですね、まあ重賞勝ちはない乗馬であると。まあそもそもこちらもですね、現役時代の実績っていうよりはこのリズムという乗馬の全兄弟っていう血統的なね、まあ、面が評価された馬であったと。まあこれがシルバーステートとヘンリー・バローズ兄弟みたいな、どっちも未知なままっていうことだったら、まあさらにね、魅力が高まったんでしょうけれども、ノット・フォー・ラブ自身はしっかり走り切っての重賞とか G1 の勝ちはなかったわけですから、まあやっぱり評価ががっつり高かったっていう勝馬ではなかったようですね。タンクも G1 勝ちをした馬っていうのは、私が調べた感じはいないみたいでしたね。で、おばあちゃんにあたるこの馬もですね、母同様にアメリカで一勝、重賞での走った実績っていうのはなくて、で、またその父であるこの馬も、兄弟が走っていたので、勝馬入りした馬っていうことで、まあ自身はね、重賞勝ちはないと。もうすごいですよね。これだけの血筋何代も言っても、重賞勝ち馬っていうのは、まあなかなか当たらないと。まあまさにね、雑草血統と言いましょうか。やっぱ突然変異感はあるカリフォルニアクロームなのかなとは思いますよね。まあやっぱりこういうぐらいのね、血統的なちょっとした気になる点があったからこそ、年度代表馬という実績がありながらも日本からのオファーっていうのも受けたっていうところはあるでしょうからね。思い入れがないわけないですから、これだけの実績は。実際に競馬ファンの方もですね、日本に輸入されてから結構悲しんでるアメリカの方っていうのは多かった印象ですよね、ツイッターとか見てると。まあただですね、これが日本でどうなってくるかってなると、やっぱり話は全く別でですね、まあ、やっぱそこが一発ありそうだなと思われてるからこそ、来日してからずっと満口続きとなってるわけですよね。決して安くない価格でも。で、まあ日本ではですね、このプルピットというおじいちゃんのサンクっていうのは、まあかなりね、相性が良かったりするんですよね。日本での勝ち馬率6割、 AEI も 1.98 あると。母父としてもミス・エルデとかアポロ・テキサス、アポロ・テネシーと、まあなかなかにオープン重賞強で活躍する馬っていうのを出してまして、勝ち馬率もね、母父としてもかなり高いと。まあタピットが一番日本だとこの血筋では目立ってるのかなっていう印象はありますよね。グラン・アレグリアの母父でもありますし、ラビット・ランとかのお父さんでもありますから、まああとは孤児院の血なんかも流れていてですね、まあ日本への適性っていうのはこの父系の血筋だけ見ればまあなくはないのかなと。で、まあ一番大事になってくるこのラッキー・プルピットの産駒としては、一応日本に1頭だけ輸入されておりまして、一応 JRA のダート 1000m で勝ち上がってはいるんですよね。で、これは母父にあたるノット・フォー・ラブも同様で、日本で走ったのは1頭ながらも、まあ一応勝ってる馬は出ていたりすると。まあ結構ですね、こういう少数なんだけれども走ってる血筋っていうのは、まあ一発当てるには大いに価値があるかなって思うんですよね。やっぱどうしても母国でも実績十分な勝馬の産駒っていうのが当然日本にも導入数多くされるわけですけれども、まあもちろんその馬たちっていうのは成功しやすいんですけど、まあある意味飽和状態というか固まっちゃうところもあるんですよね。まあですからこういうラッキープルピっていうのにしても、ノットフォーラブの血にしても、まあ新しい血と言いましょうか、まあ新たな展開をね、生み出す可能性っていうのは大いにあるのかなって思ってますよね。で、実はですね、もうカリフォルニアクロームっていうのは日本で供用されてからの産駒っていうのはまだ出てないんですけれども、アメリカとかチリでシャトルシュボバとしてね、働いている時の産駒っていうのは、まあ、日本に導入されていたりはするんですよね。現時点で15走していて、まあ、こんな感じの成績ですね。勝ったのはネフィリムというダート1008での勝利。まあ、芝の舞台では今のところ活躍している馬っていうのはいない感じですけれども、まあこれもね、まだサンデー系とかとの配合っていうのは当然なかったわけですからね、まだわからないんじゃないかと思ってますけどね。まあやっぱそのままダート血統の配合馬をつけると、まあ基本的にはね、タビットとかパイロみたいにプルピットの血を引いてますから、まあそれに関わると、まあ自身もね、ダートでがっつり走った馬ですから、ダート寄りにはなってくるのかなと思いますけれども、まあやっぱサンデー系日本で一番
芝向きの馬とかをつける目的でもやっぱ導入されてるわけですからね、まあ、そこがうまくボケ引き出せるようなものができれば一発ホームラン、ダート問わず芝でもあっていいんじゃないでしょうか。まあ距離っていうのはね持つと思うんでね、ほんとそこが一発ホームラン当たってくれればね、まあ芝の中長距離日高からでもっていうね期待はなくはないんじゃないかなって思ってますけどね。まあやっぱりこれだけのね年度代表馬2回も取るような偉大な世界的名馬が成功する姿っていうのは見たいですよね。まあ、逆に言えばこれだけの現役成績があって成功しなかったらもう日本やっぱすごいレベルの競馬をしてるんだなとは思いますよね改めて。まああとはやっぱ血統の力っていうのは大いに関係してくるんだなっていうのを感じることにはなるでしょうね。この現役成績と血統がアメリカで評価されていたらね、まあ日本に来るっていうことはなかったでしょうからね。まあでもやっぱり日本とねそのアメリカと欧州っていうのは馬場の違いっていうのは大いにありますからね。血統にしたってそれはアメリカで会ってなくても日本で会うっていう血筋は大いにありますからね。まあそこが一発私もですねハマってくれることを今年の種付け量や人気を見ていてもですね祈りたいなと思っているところでございます。まあ他にも新勝負はフィレンツェファイアやダノンプレミアムが120万円だったりと、まあなかなかにここら辺はやっぱ車代に比べるとお買い得な感じはしますんでね。あとシルバーステートのね全兄弟ヘンリーバローズもたった30万円で受胎条件なら付けられますからね。いやー600万円のシルステはなかなか勇気入れますから、同じくね未知の可能性を残したヘンリーバローズっていうのは大いに私は価値あると思ってますけどね。あのダービー馬とわずかな差でしたから無事だったらと思える完全な幻のダービー馬の一頭ですからね。それで血統的な面で言ったら兄が大成功の気配を見せているわけですからね。まあ現時点でもお買い得感っていうのは大いにあるのかなって思いましたよね。ちなみに本馬は去年アロースタッドにはいなかったんですよね。逆に同じバローズのロジャーバローズはアロースタッドだったんですけど、今年はね入っていないように、実は国内シャトル勝負馬なんですよね。今年イーストスタッドだったヘンリーバローズは来年アロースタッドに行って単位付けをして、で今年アロースタッドで単位付けをしていたロジャーバローズは来年イーストスタッドで単位付けをすると、まあ、同じ馬主さんということも関係しているのか2年ごとにねこういうスタリオンを行き来するみたいですね。兄弟とかでは全然ないんですけれども、こういう形態っていうのは結構あってですね、まあ、ステイゴールドがブリーダーズとビッグレッドを2年で交代交代してたように結構見られますよね、まあ、やっぱ需要があるっていうか期待されてるからこそなのかなとも思えなくはないですから、ぜひですねこの2頭もバローズの名前をねどんどん広げていってほしいなと、まあ、最後にムチオセレクションとしてね今回パッと見た時にコスパが良さそうだなと感じた馬をね3頭くらい上げておきたいと思うんですが、やっぱ鈴鹿コーズウェイ60万っていうのはねすごく魅力的に感じましたね。ダートでもの勝率副勝率っていうのはね、まあ、ほんとトップ級のものがありますから、で実際売却金額とかもねかなり高くなってますんで、それで据え置きの60万円っていうのはね非常にお買い得に見えましたね。であとはやっぱダノンプレミアムですかね。あれだけの2歳の時の充実っぷりと、やっぱアーモンドアイとも接戦を演じたあの中距離での適性っていうのはやっぱ能力的なものはかなり車代系勝馬にも負けないものっていうのはあったんじゃないかなって思いますんで、それで120万円っていうのは非常にねディープ貢献の中でもお買い得感はあるのかなって思いましたね。まああとはやっぱヘンリーバローズですね。血統的な面で言っても現役時代の走りを見てももっと人気になっていいのかなとは思っております。ということで少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。